ミミィは凶暴なダブラーにコンバットスーツを引き裂かれ、破れ去るギャバンの夢を見た。警告を受けるギャバンが、しかし半信半疑のまま地上パトロールに向かってしまう。悪夢に悩まされ続けたミミィはついに疲れ果て倒れてしまった。ミミィ、ミミィ、ミミィ、ギャバン、帰ってきてくれたのね。を見ていたのか。ねえギャバン、バード星へ帰りましょう。私怖いの。夢はあくまで夢さ。それより俺は母さんのふるさとでもあるこの地球を守りたいんだ。ミミィの悪夢か、吠える切り裂き魔獣。その頃、小次郎たちは UFO 出没の噂のあるとある山へと調査に訪れていた。しかしそこは魔空の秘密山岳基地だった。陽一と若葉を連れた小次郎は、果たして魔空の追っ手から無事に逃げ切ることができるのか。暴力はいけませんよ。暴力は、あれ、あっ、俺が相手だ。遅いんだよ、レッチャー、早く助けてきろ。レッツは間一髪小次郎たちの元に駆けつけた。しかし予知能力のあるミミィが夢で見た通り、このダブラーに破れ去ってしまうというのか。宇宙刑事ギャバン。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。コンバットスーツ、連動します。男なんだろう。
ヤバンめ、魔空空間に引きずり込め。地軸転換装置を作動せよ。ドン・ホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン！チュー！来い！あれ、果てに来い！サーベルダブラーと共に魔空の山岳基地は壊滅したと同時に、ミミィの悪夢を消え去り、すっかりいつもの元気を取り戻していた。これからも地球の平和を守るため、頼むぞレズ、乗着せよ宇宙刑事ギャバン。